はいどうもこんにちは、こんばんは。シーズン2でミシック武器を使うよって人はこれからどうもズリフィーです。ということで今回はなんですけど、今回はですねシーズン2になってから、まあね新しいね NPC だったりボスとかが追加されて、まあ NPC もね、まあ武器とか落としてくれたり、まあもしかしたらね強い武器をくれたりする NPC もいるかもしれないので、まあその NPC とあとはねカードキーとかも今回あってボスもいるので、まあ今回はねボスとね NPC のねまあ全ての場所をねちょっと紹介していこうかなということで、早速やっていきましょう。さあということで、まずはねまあ一つ目の、まあ、NPC をねまあ紹介していきたいと思います。一つ目の NPC なんですけど、ここら辺にいるんで、まずはねちょっとここら辺に降りていきたいと思います。まあ、NPC もね結構ストーリーの話とかしてくれたり、まあなんか秘密の意味わかんない話とかもしてくれたり、面白い話してくれたりもするんでね、あの NPC ね見つけたら話してみたりするのもいいんじゃないでしょうか。まあシールドとかくれるからね。ってことで、なんかここら辺にいるらしいんだけど、いるかこれ、あれいないぞ。あいたいたいた、全然いたわ、ごめん。はい、こちらですね。これはなんだ、なんか CRZ8、 こんな名前だったんだこいつ。もう話してみましょう。さて、お前の、ね、狙いはなんだ。あ、鍵もらえるわ。でこいつに勝つと剣とピストルがもらえますね。ちょ、もう一回話してみよう。はい、ビリヤードテーブルの決まりはお互いに理解しているようだな。何こいつ、なんか敵対心が、僕になんか敵対心をね向けてるんだけど、何これ、これ普通に倒したらどうなんだろう。これちょっと倒してみよう。シャイーンと、はい、バーンドカーン、これで、はい、ドーン、ドーン、ドーン。いや、剣強いな、これ。剣めっちゃ使いやすいんだけど、これ。はい、はい。ちょ、倒せないんだけど、これ。待って。いや、ワンチャン負ける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 。ちょ、こいつも剣持ってるわ。こいつも剣持ってるわ、ちゃんと。はい、はい。オッケー、倒していく。あ、倒すと両方もらえるんだ、これ。あ、そういう仕組みなんだね。それは知らなかったわ。ということで、次ですね。次は、メガシティのなんか上の方にいるらしいので、ちょっとメガシティ行きましょうか。はい、次こちら、ストレイってやつがいますね、ここに。話しましょう。と、手短に済ませてくれ。フォックスクランは目立つ場所にいてはならない。なんか、フォックスクランっていうのが昔あったな、なんか。まあ、でも、なんかドリフトのクランみたいな感じかな。ヘビースナイパーとシールドフィッシュがもらえます。もう一回話そう。俺に何の用だ？多分それだけかな。まあ、ってことで、次行きましょう。次はですね、なんか、ここの池あたりにいるので、ちょっとね、この池目指していきたいなと思います。あ、いた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 。はい、ここにいますね。うわ、なんかすごい動物みたいなのいっぱいいるな。さっきフォックスクランとか言ってたけど、はい、私を見つけるなんてね、話を聞いてあげるわよ。だってで、ツインマグサルマシンガンとミニシールド、あー割とまあいいじゃん。これもエピックだし普通に強いな。もう一回話そう。はい、生魚は大好物よ、だからこれで問題ないわ。ってなんだこいつ、ニューランリンクスだって。なんか好物教えられてもまあ困るんですけど、特にこいつはまあ有益な話はしてくれなかったんで、次行きましょうか。さあ、ということで続いてはですね、ここですね、ノッティーネッツに、いるらしいので、ちょっとここにいるやつとね、まあ、お話でもちょっとしようかなと思います。あ、いますね、ここにいますね。あ、イービーやん、またいるやんこいつ。なんか毎シーズンいるよね、チャプター4ぐらいになってから。じゃあチャプター3ぐらいからいるけどね、こいつずっと。はい、話聞きます。イービーどうも、大都会へようこそ、英雄さんだって。なんか何こいつ、なんか煽ってるのかな。タクティカルピストル、裂け目を起動する。タクティカルピストルの紫よ。はい、シンジケート同士の戦争は許さないわ、私の目が黒いうちはねえだって。こいつ絶対なんかあるよな裏。こいつ本当に怪しいんだよずっと。まあ、ただまあ今回は特に何も言いませんね。まあセリフってね結構変わってくるんで、今後何かある可能性はあるかもしれませんよと。さあ、ということで続いてはここら辺になんかいるらしいんだけれども、どこだ、ちょっと全然わからん。でもここいらへんなんか、あ、いそうだな。ちょっと一回車から降りて、すごい、あ、いた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 。うん、すっごい端っこいるな、なんかいますね。あ、こいつあれじゃん、シーズン2で来たやつやん。はい、どうも、よう英雄さん、ちょっと話をしよう。よしか、よし英雄さん、なんかすごい英雄になってるんだけど僕。はい、平和を維持するために必要なものは用意してやれる。なんだこいつ、なんかこの、こいつどういう立場なんだろう。なんかまだ全然わかんないけど、なんかカエルがいっぱいいる。ここ強くない、宝箱4つとカエル4人いるんだけど。まあ、カエルは何も関係ないけど。さあ、ということで続いてはですね、なんかフレンジあたりにいるらしいんですけど、あ、いるわいるわいるわ、いた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 。あ、この人なんか前からいた気がする。このなんか農家の人、これ、サンフラワー、どうも。この古い農場に新しい設備が必要よ。ミサイルの格納庫とか電力カタパルトとか。ミサイルの格納庫ってもう終わっとるやん。なんかもうなんか目的違うやん。だって農園でしょここ。こんにちは、こんにちはって言われた。お前ちょ怖いな。でも見て、あの紫のハボックポンプショットがもらえる。これ強くない、ワンちゃん。これ強いよな普通に。でチップ渡せんのか。こんな感じか。まあなんかちょっと怖い方ですね。まあ次行きましょうか。さあ、ということで続いてはここにいますね。はい、あ、ここか。あ、なんか黒いバナナ P33LY。
何これピーリーね、これ3階でいいって読むでしょこれ。どうも、P33LY は、格闘技の構えをビシッと決め普通の体勢に戻る。何格闘技プレイヤーなんてんのか。コンバットショットガンどころ、まあまあまあ普通ぐらいか。ん、ピーリーは腕を組みクールに見せようとしている。え、あ、それだけか。え、なんか怖いなこいつ。これなんかさ、セリフを言わないやつが一番怖いんだよ、なんか裏ありそうで。ということで続いてはここら辺にね、まあ、NPC がいるらしいんで、ちょっとレアなね宝箱があるんですけど、まあ、それは無視して、NPC とお話をしましょう。ここら辺にいるはずなのですが、あ、いたいたいた、これか、ここにいるやつかな。あ、いたいたいた、こいつだ。はい、どうも。なんだ、眼帯をしたクマは見たことないってか。あ、こいつはなんだ。あ、こいつ雇えるわ。雇えてコンバットショットガン買えますね。はい、次。はい、雪合戦には少しばかり自信があると。めちゃめちゃ強そうこいつ。あ、なんか面白いやつだこいつは。面白い枠ですね多分。そんな秘密とかは知らなそう。あ、で、そうだ、ちょうどいいわ。ちょうどね、ボスも、ちょっと戦えるんで、ちょっとボスも戦いましょうか。このボスはですね、ストームが、大事ストームが、収縮し終わったら出てきます。はい。で、このマークが出てくるんでね。はい。このマークがある限り、多分ね、生きてる判定で、なんかこの後ろになんかショッピングみたいなさ、手提げのマークあるじゃん。これは金庫のマークですね。はい、このマークがまだあるときは、まだ金庫がね残ってるよっていう、そういうことだと思います。ちょっと違ったらごめん、多分そう。ということでちょっとだけ武器を取ってね、まあ、ぶち殺しましょうかこのボスたち。あ、いたいたいた。あ、この距離ちょうどいい。はいはいはい。結構シールドすぐ割れるんだよねこいつの。ほら、こいつ割とねあんま強くない。はい、こいつ倒して、で、あとはこいつらを倒せば。ちょ、あんま強くないとか言ってから、これ絶対負けらんない。ちょっと待って、あんま強くないとか言ってからマジで手をぬ、もう油断ができない。やばい、ごめんなさい、強かったです。ちょっと、はい、早押しね、早押しね。後ろ点だから危ない、危ない、ちょっと負けそうだった。で、こいつを倒すとですね、他の3カ所にもいるんですけど、これ3カ所にいて、そうそうだ、これ言わないと。これあとメガシティと、これシャッタードスラブズにもいます。で、落とすものは変わんないです。はい、落とすものはこのカードキーと、はい、これね、ハイカードのハボなんてな感じのね、これ、このミシックのね AR を落とします。で、カードキーがあって、このね、まあ、ショッピング、まあ、なんか手提げのマークのところに向かうと、金庫ね開けることができるんで、ちょっと最後、まあ、金庫を開けましょうか。まあ、最後じゃないけど、はい、ちょっと金庫をこれで、はい、開けれますよと。まあ、他のねこの3箇所も、一緒です。で、中入るとミシック武器ね、はい、このミシック武器が1個あって、で、これスラープジュースがもう確定であります。ほぼ確定、多分確定だと思う。違ったらごめん。この2つが確定であると思う。で、スラープジュースがね、はい、これめっちゃ最強でね、めちゃめちゃ回復できますよと。で、あとはね、はい、いろんなね、はい、もう宝箱があってね、はい、もう最強最高だよねっていう。あと金もね、いっぱい集められますよと。ゴールドもね、まあ、普通にねこのミシック武器が強いからね、余裕があれば倒した方がいいと思います。あとこの AR も普通に強いです。さあ、ということで続いてはですね、相手はここに、まあ、NPC がいるということで、ちょっとねこいつと、まあ、お話をしていきたいなと思います。なんかさっき来た時いなかったからね、ランダムかもしれない。ここに、ここがなんか、あー、こいつこいつ、ほら、なんかやばいやつねこれ、トライアークノックス、明らかにこの怪しいやつね。まあ、とりあえずここにね、まあ、何回か試せばいるんで話しましょう。はい、その端末には近づかない方がいいだって。続行、ええ続行、え、何こいつ、何もやってこないんだけど。謎の男がいて、その端末には近づかない方がいいって言ってるだけなんだけど、めっちゃ怖いな。ちょっと殺してみたいんだけど、ちょっと好奇心で、うわ、ちょっとこれで殺せるかな。ちょっと無理やり殺してみます。はい、やばい、はい、剣持ってる、剣持ってるって、それはずるい、それはずるいって。こいつ剣持ってるってことは、殺せば剣落とすのか。え、マジかよ、めっちゃ強かったよ普通に。さあ、ということで、続いてはですね、多分ここら辺かな、ここら辺になんかいるらしいので、ちょっと行きたいなと思いますよと。あ、こいつ新しいやつじゃない、今シーズン追加されたやつだ、やっぱ。はい、水木かわいい。リバーガードはそなたを歓迎しよう、神経を逆撫でしないようにな。え、どういうこと、魚で、ちょっとわかんないけど。あ、剣とチャグスもらえるわ。はい、この荒波の中で平和を押し付けてみなさい、その度胸があるのならば。え、こいつなんか、え、こいつなんかストーリーにかかってきそう、こいつのセリフ。あ、あと2体ですね。いや、3体か。なんかね、ちょっと申し、ちょ、あとね、これ3体空いてるんだけどね、この9番の居場所がね、わかんないんだよね。この9番さっきのやつじゃないのかな？さっき僕が剣でボコボコにされたやつなんじゃないかなとか思ってるんだけど、ただちょっとね、この9番の場所がちょっとわからないので、ちょっとあとね、この3番と4番のね、まあ場所をお教えしたいなと思います。てか、あれかな、進撃の巨人コラボも途中から来るから、エレンとか来んのかな？エレンとかワンチャン NPC ありそうだよね。巨人とか来ないかな、ボスで。え、巨人とかボスで来たらさ、めちゃめちゃおもろくない？巨人ボスで来てほしいよ、いつか。もう、進撃の巨人コラボで。ボスとして、もう、超ドデカボスとしてさ、ちょっと巨人来てくれないかなっていう僕の願望があるんですけど、
ちょっとその願望をサムネイルに乗っけておきますわ。さあということで、ここにもなんか NPC が、あ、なんか出てきた。あ、こいつ、あ、こういうやつもいるんだね。え、なんか話してるよ。なんか間抜けななんちゃらかんちゃら貯蔵庫、ほら、なくしたキーを見つけるのを手伝ってくれたって。あ、これか、これのこと言ってんのか。あ、こういう NPC とかも、そっか、そういえばいるんだ。ちょ、こういうやつはね、ちょっともう探しきれないんで、本当にランダムすぎるんで、ちょっとこれは覗いて、紹介したいと思います。はい、いた。あ、こいつ初めて見る。ロングショット、どうも。偵察をしていないときは鳥の写真を撮るのが好きなんだ。いい趣味やん。あと何これ、ロングショットやっと得て、ストームの位置が分かると。木をよく観察するんだ。なんだ、なんかこいつ不思議だな。でもなんかあんまストーリーには関係してなさそう。よし、じゃあ最後の NPC のところ行きたいと思います。さあということで、ラストはここ、多分ここ、違ったらごめん、ここにいるらしいので、まあここら辺のね、ここら辺をちょっとね見回っていこうかなと思います。ということで行きましょう、レッツゴー。あ、いそうだわ、なんかいそうな雰囲気あるけど、あれ出ない、名前なんか喋るマークが、あれいないのか、あれここじゃないのか、あれここあれ、あ、いたびっくりした、よかった、いて、何がいるのここ。おお、なんかあんま最後にふさわしくないやつっぽいね。なんかこいつ、なんか最後にしなければよかった。はい、それが敬礼だって。ってほらこいつにするべきじゃなかった。でも名盤落ちとかの紫もらえるわ。あ、これ強いな。で、あと雇えると。元気なようだな、ソルジャー。あ、いいわ、最後元気もらえて、なんか終わりそうですね。はい、これで終わります。はい、まあ、ということでね、まあ、こっから多分ボスとかもね、多分シーズン、まあ、アップデートが、大型のアップデートが、なんか5回ぐらいあるらしいので、今シーズン。そのうちに、まあ、進撃の巨人のね、ボスだったり、ワンチャン追加される可能性ありますし、他のね、まあ、関係ない NPC とかもね、追加される可能性あると思うので、まあ、あとセリフとかいろいろ変わるんでね、まあ、これからね、いろんな変わる要素とかも、まあ、あってね、まあ、まだまだ楽しいと思うし、まあ、まだまだね、楽しいと思うので、まあ、そういう情報とかいっぱい伝えていくので、まあ、とりあえず何が言いたいかというと、チャンネル登録と通知にしておいてください。お願いします。そしてもしよければ高評価も押しておいてください。そしてクリサボも ZELLFY をよろしくお願いします。バイバイ。ということでね、ちょっともう今深夜のね、ちょっと3時でもう頭がおかしなってきてる。もうね、生配信も長時間して、まあ、もうとりあえず終わります。見てくれてありがとう。バイバイ。